リコンスタイルをご覧の皆さん、こんにちは、嬉しい嬉しい嬉しい、ちっちゃいおっさんやで、一緒にパルパル初めてではないんだけど、うん、こうやってあのご当地キャラのみんなが集まって一つのゲームになるのやっぱり、ね、嬉しいですね。うん、いいね。でそれをこう皆さんが楽しんでもらって、うん、子供たちも喜んでみんなハッピーだしな。あっさりコメントだったりしない今。いやいやいや、すごい。A コメントやで。大丈夫です。うん、まずスタートはそっからや。そっからそうです。うん、初めてこれしな。いやでももうほんま口引き言ったこと自体がすごい。うん、わしはもうほんま褒めとる。いや、チームワーク、チームワークだし。うん、スマホのゲームはやりやすいわな。しかも今回ね、ご当地キャラがメインっていうの嬉しいのしな。いやほんまやで、わしらがこうな、前に出てバーンとゲームしてもらう。みんなが笑顔、これ最高やがな、これ。そうそう。もうね、垣根を越えてね、うん、もう〇〇とか来たらいいだし。よっしゃ。わしに絶対カットされるなしよ。いやだ、いけるか、広げない方がいいと思うなし。ほんま、わし耳つけてもらおう思てエビス飲んでるなしおしゃれやろ、エビス。おしゃれおっさんが、ふなしっぽいやつあるやん、うん、あれめっちゃ可愛いわ。可愛いですな。うん、せやけど、あの逆のやつあるやん、ふなしがおっさんみたいになってるやつあれもう、ただのコソドラやで、あれやばいやつなしな居酒屋、あ、居酒屋チェーン店に、うん、おっさんの頑張ったら可愛い。せやろ。あ、可愛いですね。ちょっとあのモンテローザ攻めよう。うん、そういうの行こう。あのグラスあるやん。はい。あのもじゃもじゃの頭やのってハゲの頭に変えるいう、あれでもう飲みすぎとハゲすぎ注意言うて。あ、いいですな。うん、そういうのやりたいね。むしろ焼き鳥屋行きたいですな。焼き鳥屋、世界のフナちゃんで行きたいです。なんか聞いたことあるな、ほんまに。世界のフナちゃん、手羽先やのって小手先でやるみたいな。な、なるほどね、出た。ちょっと居酒屋攻めよう。居酒屋攻めよう。いいですね。ちょっと今日なんとなく黄色い服も持ってきたんで。あー、嬉しいでしょ。ちょっと待って、そんなにやで。気遣ってくれたらしよ。ごめんごめんごめん、気遣ってくれたらしよ。ごめんごめんごめん、客観的に見てそんなにやな思って。まあでもね、うん、いろんなキャラクターできて、いろんな人を喜ばせればいいと思うのし。うん、ほんまや、わしなんかもうこのまま老人ホーム行きたいもん。早い早い早い、おっさんだって、おっさんだって、あれしょ、40代でしょ。わし今45やで。ダメダメダメ、まだ早い。まだ20年、あと20年ぐらい入るのに。そうか、しかもおっさんだ、40代じゃちょっと激すぎだし。そうやな、ちょっとこれはほんまストレスやねん。ストレスか。うん、やっぱあの嫁はんにずっと怒られへんやんか。ああ、みせちゃんに。うん、働け言われんけど。働け、それじゃ多分ね、みせちゃんの言ってることの方が正しいと思うし。いいやな、おっさんそろそろ働こう。いやちょっと無理やな、向いてへんな。無理とか言ってるらしい。いやいや、嬉しい。ふなしも給食してるんですか。あ、ふなしね、あのバイトで食いつないでるし。どんなバイトしとんねん。あのカメムシを駆除するバイトらしい。わしも駆除されんように頑張ろう。誰に。嫁。あ、嫁にか。あ、びっくりした。うん、はよどき言われて、朝はようどっか行かなあかんねん、毎回。へぇ、どこ行ってんの。いや、もう知らない、もう同じとこぐるぐる回ってるだけやもん。いるいる、午前中になんか新聞持って徘徊してるおっさんいる。いや、せやろ。鳩にずっと怒鳴ってるおばちゃんおったよ、この前。いるいる、大阪の方に来ている。せやろ。うん、あんな感じや。あ、それ暑いがな。そう、なんか大会とかやってほしいんだしな。いや、ほんまやで、これほんま東西対決で、もう大会やろうか。しるしな、面白い思うで。ふなしー、ふなしーをこうずっとつなげていくやん、指で。うん、あれ気持ちいいな。気持ちいいでしょ。ふなしー、また分かりやすいね、あの黄色やろ。でも、ね、若干ね、ふなしーの格好したおっさんが見えにくくさせるでしょ。いつもわしはそんな役目ばっかりやからこれ。そう、それもなんか引っ掛けみたいで楽しいね。あー、なるほどですね。うん。